はい、どうもエンタのゲームインザボックス。今回はこちらの袋の中身を紹介していきたいと思います。2月3月4月分です。はい、ということで、今回ですね、中古ゲームショップで買ってきたものを紹介するやつ動画のやつです。はい、やつを多用しがちな私が、今回も中古ゲームショップで買ってきたものを紹介していきます。今回はですね、2月、3月、4月編ということで、まぁ、ちょっとコロナウイルスの影響でですね、外出自粛という状況で、もうほぼ4月は行ってません。ほぼっていうか1回しか行ってないというところですね。うん。しかもそれは緊急事態宣言が出される前みたいなところです。そんな状況でございますが、買ってきたものを紹介していきます。今回は古本市場が2袋とブックオフが1袋。で、1個これが、Amazon マーケットプレスで注文したやつですね。という感じで、4袋ですね。なので、まあ一応、前編後編に分けるとは思いますけれども、そんなに本数は多くないという。外出回数も減って、もうほぼ家でっていう状態ですのでね。実は4月に、今撮影してるの4月24日なんですけど、4月の23日、昨日ですね、その前日、この撮影の前日に、ちょっと駿河屋で、多めに注文しまして、もう外出できないからというところで、まあネットで注文しようというところで、まあ欲しいものをというところで、2万円分購入しました。22,000円だかな ?21,000円ぐらいの金額のものを購入しましたので、それがまた届くのは楽しみですけど、まあ一応今回は、2月、3月、4月編ということで紹介しますけども、その4月に注文した、駿河屋のやつはまた別でという形で、紹介していきますということで、前編後編分かりますが、やっていきたいと思います。スタートでございます。はい、ということでやっていきましょう。まず前編ですね。前編は古本市場編ということで、古本市場で買ってきた2袋を紹介していきたいと思います。まずは1袋目でございますね。1袋目は購入点数6点でございます。購入したのは2月の後半ですね。2月の、28日に購入したものを紹介していきたいと思います。じゃあいきましょう。まずは1本目、スーパーファミコンソフトですね。こちらでございます。ドン。ファイナルセット。ファイナルセットです。購入価格180円プラス税ということですね。93年9月17日に発売した、何なんでしょう。ファイナルセットというゲームでございますね。ちょっと全くわかんないです。ファイナルセットっていうぐらいだから、まあなんかバレエやら、テニスやらそこら辺の球技関係のゲームなんかなって思うんですけども、 SF アクションとかあるんですね。これがちょっとよくわかんない。そこで登場するのがちょっと今回紹介します。ついでに最近購入した本、これです。スーパーファミコンコンプリートガイドという、これは主婦の友インフォスという会社から出ている本ですね。はい、スーパーファミコンの全てのソフトが載っているという、ちょっとちらーっと見せますけど、こういった感じで、パッケージと、で、ソフトのやつと、パッケージとカセットの柄と、オープニング画面と、で、ゲームの画面が何本か載ってるという、そういった感じの、コンプリートガイドです。全作品が載ってるというやつ。これを購入しましたね。ちょっとファイナルセットのページ見てみましょう。どういうゲームなんでしょう。全くわかんないです。見せていいのかわかんないけど。フォーラムっていう会社から出ている、やっぱテニスゲームですね。やっぱテニスゲームやねんかって思ったんですけどね。そんな一作でございます。ファイナルセット。スタミナの概念があるというところね。そこら辺がちょっと面白そうでございます。そんな1本、ファイナルセット180円でございました。開けよう。開けよう、開けよう。はい、カセット状態はまあ良好ですよ。特に汚くもなく。ここ若干欠けてます、ここに若干衝撃が加わった感があります。割れるまではいかないですけど、割れる手前ぐらいのひびは入ってますね。こんな感じでございます。
あ、そう、カメラ戻しました。うん。今までちょっと、こっちの、オズモアクションっていうね、カメラで撮ってましたけども、こういうスタイルで撮りましたけど、マジでこういうスタイルで撮ってましたけど、机の上に置いてね、もうマジでこういうスタイルで撮りましたけど、こういう感じで、うん。ほんまにこのスタイルで撮りましたが、まぁ、ちょっとやっぱ画質の関係、ピントの合わない感じ、細かい文字とかもね、ちょっと読んでもらいたいなという思いがありますんで、僕としては。細かい文字も読めないとあんまり見ないかなというところでね。うん、ピントの合わせられる。こうやってピントの合わせられるね。うん、カメラの方がいいなというところで戻しました、カメラ。箱開封動画に関してはもうこっちのカメラ使います。なんかちょっとこう、手持ちで撮影するとかね、そういうシーンだけ、オズモアクションっていう、あの、アクションカメラにしようかなというところですね。はい。そんな話。2本目いきましょう。続いて2本目はですね、こちらも、スーパーファミコンソフトでございます。続いてはソフトこちら。はい。ケロケロケロッピーの冒険日記、眠れる森のケロリーヌでございます。サンリオワールドと書かれてますね。こちら購入価格980円。94年3月25日発売のアクションゲームですかね。はい。まあ、サンリオのキャラクターたちね、ケロッピーやら何やら出てきます。そんなゲームになってるんでしょう。大冒険ゲームなんでしょう、きっと。若干ここの汚れはありますけどもね。それ以外は特にツートンカラーにもなってなくて、状態はいい方かなというところですね。もうこれはすぐ取れそうですし。はい。そんなケロケロケロッピーの冒険日記です。はい。じゃあ続いていきましょう。3本目。こちらもスーパーファミコンソフトです。スーパーファミコンソフト、こちら。はい。美少女戦士セーラームーン。はい。こちらも980円プラス税でございます。93年12月29日発売のアクションゲームですね。こんな感じになっております。あ、美少女戦士セーラームーン R ですね。うん、ちょっとそこら辺のこの時代背景を知りませんけども、2作目ぐらいなとこなんでしょうか。はい。そんな程度。そんな程度しか知りませんけれども。はい。月に変わってお仕置きするあのアクションゲームでしょうね。ベルトスクロールアクションの方のセーラームーンだと思います。これでセーラームーンはパズルのゲームの2作目になるのかな。うん。パズルのゲーム。思ってるので、それを次に2作目という形です。多分普通のセーラー、無印のセーラームーンも出てるし、 R も出てるし、あと何作か出てると思います。スーパーファミコンではこっちは普通のベルトスクロールのアクションの方だと思われるやつです。はい。これも楽しそうですね。ベルトスクロールアクションやっぱ楽しいんですよ。はい。そんな話、3本目でございました。さあ4本目、4本目もスーパーファミコンソフトでございます。続いてのソフトはこちらでございました。スラップスティック。はい。こちらはスラップスティック。エニックスから出ている94年7月8日発売の、これ RPG だと思います。アクションとかあるんですけど、多分 RPG だと思う。そんな一作。1580円プラスでですね。ちょっとお高めではありますけど、気になってたんで買ってみました。まあこれもクインテットから出ている。っていうことですね。クインテッドとエニックスのタッグっていうことですね。アクトレーザーとか、この間買いましたけども、天地創造とかガイア幻想機とかね、あとはソウルブレイダーか、ソウルブレイダーとかね、うん、まあ、そこら辺のクインテッドとエニックスのそのタッグの中での一作、94年に出たゲームということですね。アンシェントというところも入ってみたいですね。そんな RPG やと思われる作品やと思うんですが、もしかしたらアクション寄りなのかな。はい。若干ここスレで黒くなってはいますけど、うん、若干ツートになりかけてはいますけど、まあ、全然スラップスティックですよ、うん、全然のスラップスティック。スラップスティックってどういう意味だよ。ちょっと今手元に携帯を持ってないのでちょっと置いてきちゃったんで調べられないんですけどね。スラップスティックですよ本当にね。はい。というそんな一作でございました。続いて5点目ですね。続いてはこちらでございます。プレイステーションソフトでございます。こちら。はい。ナムコミュージアムのボリューム3ですね。はい。こちらが購入価格780円プラス税でございました。
96年6月1日発売のナムコミュージアムのボリューム3です。今までボリューム1と2そして4と5と思ってますんで、今回で1、2、3、4、5と揃いました。あとはナムコミュージアムアンコール、あとなんかナムコミュージアムじゃないけどなんかそういうやつはナムコアンソロジーやったかなんかそんなんも出てるみたいなんですけど、まあ、とりあえず見つけたのでボリューム3を買って、1、2、3、4、5と揃ってきました。ナムコミュージアム3ちょっとこう擦れ傷はあるけどね、ディスクというかディスクじゃなくてディスクケース自体にね、はい、ギャラクシアン、ミズ・パックマン、ディグダン、ボールポジション2、ホゾン、ドラーガーの塔というところですね、そんな作品が収録されてます。ボールポジションの2なんか出てたんだっていうところですね。あとホゾンっていうのはこれ知らないです。うん、あとはパックマンとかね、ディグダン、ドラーガーとかも入ってます。で特別収録、ドラーガン等完全攻略アイテムリスト付きみたいですよ。これはすごいですね。ちょっと見てみましょうか。メモリカードは1ブロック、1人から2人対応のゲームでございます。ディスク面から見ていきます。あ、綺麗です。いいですね。状態は非常にいいですよ。そして説明書ですね。うん。ゲームの説明、そしてドラガンの塔ですね。ドラガンの塔はこれはどこを基準としてるの？ファミコン版を基準にしてるのかな？アーケード版かな？アーケード版を基準にしてるのかな？はい、どうもあるやつです。そしてアイテムリスト付属してました。よかった。付録がついてきてます。もうすごい前の持ち主さんもしっかりこれ見た上でやってたんだろうなっていうところですね。うん。これだから各このフロアごとにこのアイテムが出る条件があるんですよね。出現条件と書かれてますが、各フロアごとに宝箱出現条件があって、その条件を満たすことで宝箱が出てきて、その宝箱の中にこのアイテムが入っているということです。でアイテムごとにその効果があって、それを使うことでちょっと有利に進めれるというところですね。例えばこのブックオブライト、扉を開ける1から3秒後に出現するという、その宝箱の中に入っているブックオブライト、これを使うとフロアが明るくなってフロア20から23で有効になると、ここの面のところでフロアが明るくなるというそんなやつです。さらにこのバイブル23、フロア23でバイブルを取るとフロア20以降はみんなフロアが明るくなるという、そういう特典が、むしろこれを見つけないと攻略は大変になるという、逆の、それもありますけどもね、そんな、作品、ドラガーと、これがないとやっぱちょっと難しいかもしれないですね。こういうアイテム一覧表がないと。でさらにこれはアイテムリスト、古文書ですね。上記の表はある古文書の複製ですが、その解読方法やかすれてる部分に何が書かれていたかはあなたが見つけ出してくださいと言われてますね。まあ、ちょっとよくわかんないですけども、こんな古文書が載っていたということみたいですね。はい。こんな攻略、アイテムリスト、攻略に役立つアイテムリストも入っておりました。よかったです。ほぼ完品じゃないですかね。帯だけないという状態でございますが、ナムコミュージアムボリューム3でございました。はい、そしてこの袋の最後ですね、6点目でございます。6点目は Wii U のソフトでございます。こちらでございました。はい、マリオテニスウルトラスマッシュ、はい、こちらが、購入価格980円プラス税です。はい、2016年1月28日発売の、マリオテニススポーツゲームですね。はい、マリオテニスウルトラスマッシュ、アミーボ対応してるみたいですね。はい、ジャンプにメガ、巨大にアミーボにというところで、トップスピン、スライス、ロブ、シンプルなボタン操作で多彩なショットが、多彩なショットで攻防が楽しめるというところで、こんなシングルもダブルもできる、シングルス、ダブルスもできるという、テニスゲーム、もうこれはもうシリーズも全部面白いやつですね、うん、知らんけどね、シリーズ全部やったわけじゃないですけど、シリーズ全部楽しいやつです。
で、今回は、頭上を超える高いボールも打ち返せるというジャンプショットという機能と、メガバトル、巨大キノコでプレイヤー巨大化したメガバトルみたいなのも楽しめる。さらにアミーボを使って育てるみたいなことですね。アミーボが成長していくという、まあ、そんな機能もあるみたいです。またインターネット対戦もできるということでございますね。1から4人用のセーブデータ1、プロコントローラーやクラシックコントローラープロとかも使えます。はい、そんな1本ですね。開けますと、まあ、電子説明書なんですかね。うん、こっち面何もなし。非常に綺麗な盤面でございました。はい、ということで、マリオテニスウルトラスマッシュ。はい、こちらが980円プラス税でございました。ということで、この6点を購入いたしまして、まあ、特に気になるのはこのスラップスティック、あとはセラムン R ぐらいですかね。うん、まあ、ここら辺のゲーム、楽しめそうだと思います。そして、ポールポジションが好きなんでね、ポールポジションの2を初めて知ったので、ここもちょっとやってみたいなと思っております。はい。そんな古本市場1袋目でございました。さあ、続いて古本市場2袋目いきましょう。こちらは4点購入しましたね。購入したのは4月の、4日、4月の4日ですね。緊急事態宣言を出されるちょっと前でしたね。まずは1点目、1点目はこちらでございます。ファミコンソフトドン、はい、バックランドですね。バックランド、こちらが180円プラス税、180円プラス税でございました。はい、85年11月21日ということで、僕が生まれる前に出たゲームですね。バックランドというゲーム、こういった感じでございますね。うん、あ、シール貼っても貼ってるタイプの人ですね。うん、シール貼るタイプの人のやつでした。A ボタン、B ボタンを叩けば、それぞれの方向にパックマンが移動。連続して叩くとスピードアップ。障害物は十字ボタンでジャンプ。パワーエサを食べてモンスターをやっつけるというところで。アクションゲームですね。うん、あの、パックマンのドットイートゲーではなく、アクションゲームの方ですね。十字キーじゃなく、十字キーでパックマンを動かすんじゃなくて、A ボタンと B ボタンで、それぞれ左右にパックマンを動かさして、十字キーで飛ぶ、ジャンプする。で、敵を避けるという形ですね。基本的には攻撃できないので、パックマン。ジャンプで避けて、で、パワーエサを食べたら攻撃していくみたいな感じで、敵を避けながら進めていくアクションゲームってやつですね。はい。そんな、パックラン。はい。こちら持ってなかったの。ゲームセンター CX で確かパックランドの PC エンジン版をやってたんですよね。で、ファミコン版を今回見つけたので買ってみました。うん。まあ、ちょっと使用感はありますけども、まあ、全然遊べると思いますんで、楽しみたいと思います。パックランド、180円でございました。はい。続いて、64ソフトです。任天堂64ソフトを購入いたしました。こちらでございます。ドン。マジカルテトリスチャレンジミッキーです。はい。購入価格180円プラス税。98年11月20日発売のカプコンから出ているテトリスゲームのミッキー版みたいな感じだと思われます。はい。ということで、まあ、ミッキーのキャラクターが出てくるテトリス、そしてカプコンが作ってるという謎の組み合わせの、まあ、64のゲームということでね。3スティックでこのテトリスをやるのはちょっと若干やりづらいかもしれないですけども、まあ、どうなるかわかりません。ちょっとやってみたことないんでね。まあ、どんなゲームなのかちょっと楽しみです。マジカルチャレンジ、マジカルチャレンジテトリスミッキーかな？マジカルテトリスチャレンジミッキー。はい、どれか。どれかのやつ。委ねんな。字幕に委ねんな、それを。はい、続いていきましょう。続いてはスーパーファミコンソフトでございます。こちらのゲームでございました。ドン。はい。初代熱血硬派国男くん。はい。こちらが購入価格1580円プラス税ですね。1580円プラス税。92年8月7日発売のアクションゲームですね。謎の検品のこの、ハンコが押されてます。めちゃくちゃ気になるね。その検品のハンコは。検品番号は気になるってこれ。消えんのかな？頑張れば消せるかな？わからんけど。はい。まあ、熱血硬派国男くんの初代のやつなんですよ、きっと。
なんかこの間ゲームセンター CX で戦いのバンカっていうこの次の作品かなをやってましたけども、これは初代の1作目の方ですね。スーパーファミコンに来て1作目の方のやつ、こちらをちょっと買ってみました。まあ、1580円プラス税なんでちょっとまあお高めではあるかもしれないですけど、ちょっと買ってみました。気になってたんでね。クニオくんシリーズ、これどっちかやったことあるんですよ。戦いのバンカーやったかもしれないですけど、どっちかを友達の家でやった記憶はあるんですよね。多分こっちかもしれない。そんなうっすらとした記憶で買いました。熱血硬派クニオくんスーパーファミコン版でございました。はい、そして今回最後に紹介するソフトはこちらでございます。プレイステーション3ソフトです。ドン。はい、レースドライバーグリッドスペシャルエディション、はい、ということでございます。グリッドというゲームの、1作目ですね。はい、こちらは購入価格1280円プラス税でございました。2009年1月15日に発売されたレースゲームということですね。ということでグリッドでございます。まあ今なお続いてるんですかね。 PC 版が出てるのかもしれないですけど、グリッド最新作が出てます。そんなレースドライバーグリッド、グリッドシリーズの一作ですね。グリッド2、一作目なんか知らんけど、一作、そのうちの一作、コードマスターズが作ってるというところで、まあコードマスターズで言うと、最近プレイしましたあれですね。あれもある。最近プレイしたあれもある。あれ言う。マイクロマシンズですね。あのゲームもそうですし、いろんなレースゲームを開発してきたコードマスターズのレースゲームというところね。スペシャルエディションを購入いたしました。無料ダウンロード用キャンペーンコードが同梱されてるんですが、もしかしたら使われてるかもしれませんけど、1280円でちょっと高かったですし、ここら辺はなんかこう切りつけられたこの傷がありますけども、まあ、とりあえず気にせず買ってみました。はい、レースドライバークリッド、レースの全てがここにあるというところで、ドリフトレースやらマッスルカー大集合したり、さらには有名サーキットも多数収録してたり、オンライン対戦で世界最速を目指したりということができるみたいです。1人プレイヤー人数は1人なんですけども、オンラインじゃ12人まで楽しめると、そんなソフトですね。あなたの、じゃあ様々なレースシーンがあなたを待っている、自分のチームで世界を駆け抜けろと、リアルな対戦が戦いをさらに熱くすると、いろいろ書かれてます。そんなグリッド綺麗です。傷なし。ちょっと好きな実況者さんがね、最新作をプレイしているので、ちょっとこれはもう過去作やってみようというところで買ってみました。レースゲーム好きとしてはもう手を出せずにはいれなかった。レースドライバーグリッドにはレースの全てが詰まってるらしいです。そのレースの全てをちょっと楽しみたいと思います。はい、まあ、なんかいろいろ書かれてますけどもね、ちょっとちんぷんかんぷんでございますが、レースドライバーグリッド、こちらは1280円プラス税でございました。さあ、ということで2袋目はこういった商品の購入でございました。まあ気になるのはこのクニオくんですね。さらにはレースゲーム好きとしてはこっちを押していきたい。はい、そんな、2袋目でございました。はい、ということで前編で紹介したソフトたちを並べてみました。ちょっと価格に収まりきってないかもしれないですけども、お許しください。まあ、このソフトたちですね。はい。まあ、ファミコンから Wii U まで、プレイステーションからプレイステーション3まで、なかなか幅広く購入できたのではないかと思います。ちょっとまあ、中でも気になるのはやっぱスラップスティックですかね。これはやっぱ、ちょっと、バーチャルコンソールとかでも出てなかったと思うんですよね、これね。だからまあ、今プレイすると、プレイしようと思えば、実機を買うしかないというそんな状況でございますんでね、ちょっと探して見つけて買ってみました。ちょっと浮き足立って買っちゃいましたね。はい、そんな感じでございますかね。といった感じで、古本市場で購入したもの紹介でございました。はい、次回後編はブックオフで買ったものプラス、Amazon マーケットプレスで購入した中古 DS ソフト、こちらを紹介していきたいと思いますので、また次回この続き後編をお楽しみにというところで、今回はこの辺にしたいと思います。エンタのゲーミングザボックス、ご視聴ありがとうございました。